時速90キロ超えで迫る車がこれは電気自動車を使ったクラッシュテスト試していたのは車の耐久性ではなくこれ、ガードレールの耐久性でした。電気自動車は簡単に突き破っています その理由は、車の重さ。テストを行ったアメリカのネブラスカ大学によると、バッテリーを大量に積んでいるため、ガソリン車に比べ数百キロ以上も重いと言います。今後、電気自動車が普及する中で、事故対策のアップデートも必要になる可能性があります。